ロビチルシコフは、ソ連秘密警察の幹部で、最高位の亡命者であった。オデッサで、仕立て屋の息子として生まれた。1917年、ロシア社会民主労働党に入党し、オデッサの赤衛隊に入隊した。1918年から1919 19年、地下活動に従事し逮捕されたが、逃亡。1920年2月、赤軍に入隊し、政治職員、 旅団政治課長を務める。1920年6月、チェーカーの仕事に移り、ティラスポリで勤務。同年11月初めに、オデッサのチェーカーと国家政治局に参加した。1920年、カーメニエツポリスク。1922年初め、国家政治局プロスクロフ管区長。1930年5月、秘密課長。1931年4月、 ウクライナ GPU 秘密政治課長。同年8月、統合国家政治局の中央機構に移り、秘密政治家を含むソ連の様々な部門で活動し、1930年代に航空機メーカーユンカースに関わる産業スパイを行い、スターリンのお気に入りとなった。1936年8月、内務人民委員部アゾフ国会事方局長。 最後の役職は1937年7月31日に就任した NKVD 局当局長であった。この時までにニン勲章を受章し、最高会議議員とソ連共産党中央委員になっていた。なお、亡命までの10ヶ月間で25万人を弾圧し、そのうち7000人を銃殺20万人の朝鮮人を中央アジアに追放している。 この時期に大粛清は頂点に達しようとし、それは粛清を実行していた秘密警察の人間にも波及していた。リュシコフの上司にあたる NKVD 長官、ニコライエジョフは徐々にスターリンの信任と権力を失っていった。リュシコフはモスクワに召喚されたが、戻れば逮捕されるものと強く疑われた。全民のデリバスとバリツキーの二人は共に粛清されていた。 1938年6月13日、日本が考えていたより、強力な艦区の軍事力を示す重要な機密書類を、携えて、日本が占領する満州に逃走、と文庫において、日本人警官の上本敏夫に捕獲された。三党国家保安委員として、粛清に関して最もよく知る、最重要亡命者であった。亡命に先立ち娘が治療を受ける目的で、 妻インナと11歳の娘の出国を格索していた。妻から事前に打ち合わせておいた暗号電報を受け取ると、数日後家族は安全だと信じて亡命したが、実際は後形もなく消え去っていた。後に知らされたところでは、妻はルビアンカ刑務所で拷問され射殺され、両親と家族全員がシベリアに送られたという。母と兄弟は死亡したが、 姉妹はシベリアの収容所で生き残った。娘のその後は分かっていない。亡命から1ヶ月後の7月13日、東京のサンノ王ホテルで記者会見を行った。ソ連の粛清に関する記事とインタビューを数多く行い、日本に情報活動の助言を行った。1939年1月にソチのスターリンに対する詳細な暗殺計画を持ちかけ計画し、 日本はこの自殺行為の任務を遂行するロシア移民6人をソ連とトルコの国境から送り込もうとした。しかし暗殺団にソ連のスパイが潜入していて国境を越える試みは失敗した。リュシコフは軍事顧問としても活動しソ連を攻撃するのに戦車が少なくとも4000台必要だと見積もり日本にソ連の軍事力を過小評価しないよう警告した。 この台数は日本には不可能な台数であった。第二次世界大戦終結間近の1945年8月に失踪するまで満州国で日本のために働いた。失踪後のことはよくわかっていないが、一部に情報関係のトップで竹岡という防御部門の将校、片岡豊の手で大連で殺されたと言われている。ソ連軍が大連を占領することが予想され、 日本は、リュシコフの扱いを議論した。竹岡は、絶望的な状況という観点から自殺を促したが、リュシコフが拒否すると、竹岡はソ連に渡すまいとして射殺し、密かに仮装するよう命じた。なお、田中清春事典によれば、リュシコフは、国際協力局のボスだったとされる。国際協力局は、プロフィンテルンの連絡役であり、以前は、 上海にあるプロフィンテルンのアジア太平洋支部である太平洋労働組合初期局初期のイレールヌーランが担当していたがヌーランが逮捕され壊滅した。その後、太平洋労働組合初期局はウラジオストクで活動していたが、マンソ国境不確定地帯は日ソ双方のウラジオストク、朝鮮間のスパイルートとして確立されていた。デュシコフは ソ連局東東部戦線のバシーリー・ブルヘルの監視役として派遣されていた。リュシコフ亡命後、ブルヘルは超古本事件を起こしている。ありがとうございます。